プレイしたかったんだが、今プレ中だ。仕方ないから声だけ残してやる。あ、これマイク遠いから声入ってなかったかな。エペックスプレイしたかったんだけど、アップデート中だからできないんだわ。だから声だけ残して動画投稿したるわ。投稿しても見てくれてるってわけじゃないっていうか、そういうわけじゃ、そこが問題じゃなくて、見てくれてる人もいるしね。何が言いたいんだ。少ない額で低額でさ楽しめるもんってない？ミュージック、誰それがお手元の世界に夢中、化け物の世界が選ばれるため出したを取る。カーフォル、エラヘラのオーサム。いやー、早く銃ぶっ放したいよ。いや、そういやね、病院で会ったことでね、会った子でね、アイちゃんって子がいいんだけど、アイちゃんってのは、アルファベットの愛であって、愛情の愛とか、そういうの込めて、愛っていう意味ではない。あと、愛止めの愛でもない。まあ、アイちゃんって子がいるんだけど、その子がね、パニック障害が多分あるし、連絡取れないんだよ。あーって感じで。でも二人とも結構息ぴったりなんだよね。でも呆れるとこっていうか、2回もよ、待ち合わせさせて、されたんだけど。病院で入院してたときに、私が、1号棟と2号棟とあるんだけど、私が2号棟にいて、1号棟に移ったんだけど、その時にその愛ちゃんがなんか、私がいないから、なんか、みたいになってた、なってらしいね。もうひどいよ、コロナ。いや、早くいいことないかな。例えばね、みんな知ってるかい？みんなって、なんか、話す相手がいないんだよな、全然。直で。電話でっていうか。LINE でさ、今、携帯、両親捉えてるから、まだ帰ってこないけど、特にまあ、気まずいから言わないみたいな感じなんだけど。
その LINE で会ったことがあって、LINE で会ったことがあって、LINE で会ったことがある人って、愛ちゃんだけなんだよね。で、電話する人おらんし、金もねえし、金一応1万円くらいはあるよ。で、働けたらいいんだけど、ちょっとビビリーなのと心の傷があるんだよね。心の傷があってなんか、なんとも言い難いけど、まあ不安があるわけだね。朝ちょっとトラウマティックっていうか、なんていうか、だからね、やっぱ作業所みたいに行けたらいいね。そこなら睡眠のリズム整えるって許されて、で、睡眠のリズム整えられて、で、それで遅刻してもある程度は少しは許されてみたいな感じだから、だろうから、でもそういう状態になった私が間違っていたか、社会が間違ってたかっていうのは、やっぱり社会って信用ならんかったでしょ。統一教会の件もあるし。で、どういう形が社会の形として固着するか分かんないし、世界が救われるかっていうのも分かんないけれど、だけれど、とりあえず間違っているのは事実じゃん。で、そのままじゃ良くないし、もっと正しい教育の方法や学習の方法、能力の付け方があるってなって、待って、私は、病理現象がいくつもあるんだ。一つはトラウマティックな、まあ、一つはトラウマと、もう一つは認知科学によって、能力をつける代わりに、ちょっと、正義がつかない部分とあるんだけど、と、あと、うっせぇわみたいな部分かな。まあ、うっせぇわの通りだね。社会を裁いてると自分も裁かれるみたいな。じゃあどうすればよかったんだって、まあそんな話はやめておこう。いやー、私は自分の幸福に関して疎いんだ。もっと幸福になることを考えなきゃいけないんだけど、どうしても考えるだとか、いくら考えても喜びを感じる元がなければ意味がないんだよね。で、私は何を楽しめばいいんだ、何をすればいいのかということになって、その繰り返しで、社会の中でもずっと職業をもらえずにいて、
ダウンロードどれくらい終わったんだろう。 30% か 10% くらいじゃない。上がりの量増えてる。そっか、これはないか。社会の形っていうのは、みんな決まった形とってみんな同じことしてて、こうだっていう風になってるから、だから違うようにっていう風なのを行おうと思っちゃうよねってとこなんだけれど。そこでぶっちぎれるのって間違いだったんかなーって、まだぶっちぎれるのは間違いじゃないよなって思うところが、愛ちゃんって子もそういう子なんだよね。上に置いてこうやったらもう投擲物ブロックされる、強すぎ。ランクマッチ誰かと一緒にやろっかな。エペックスできるな。よっしゃ、できると思う。